皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ダーモンストとドラクエの動画を出しているギコちゃんですが、実はパズドラのアカウントもあるんです。はい、クソ動画ばっかりしてるね。はい、でまあいつ復活するかわかんないじゃないですか、ぶっちゃけ。なのでガチャは引いておきたいなと思うんですよ。でパズドラの大事なのはやっぱコラボキャラクターが必須みたいなあの構成多いじゃないですか。なので今回来てるソードアートオンライン、そう、通称サオだっけ、え、 SAO だ、ごめん、 SAO コラボのガチャを引いていこうと思います。勇気かな、これは勇気、ユージオ、リーファ、アスナ、シノン、アリス、シンセシス、サーティ、キリトね、ここら辺が当たりということで早速引いていこうじゃないか。1回で5個だよね。102回も回せるからどうにかなるさ。確定音とかないから今回は特に音は聞かないね。 OK、 まず出てくるのがなんだこのキャラクターは。俺 SAO 全然わかんないからな。サチちゃん、ありがとう。全然わかんない SAO。 SAO みんなわかります？うちの下髭さんがね、 SAO もね確か全部見てんだ。いや、サチしか出ねえ、サチちゃんしか出ねえんだけど、何これ。いや、大丈夫大丈夫。あの、逆に知識があって欲まみれよりも知識がない無欲の塊であるギコちゃんの方が出やすい可能性はあるから。これクラインね、かっこいい。何このガチャ出てるか、かわいいんだけど。こんなドラゴン出てくんの、めちゃくちゃネバーエンディングストーリーみたい。あ、この子さっき当たった、あの回すってやつで、あの無料でシリカちゃんね、出た、あのメールで届いてたやつ。うん、一回引けんじゃん、無料でそれね。さあ、そしてなんだこのハゲ、エギル、へえ。虹が出てこないとね、まずはね。キリトとか出ないでしょ。ああ、はいはい。モンストでもね、SAO コラボね、ちょこちょこやってたからね。キャラクターに関しては、メインどころの名前はちょこちょこわかる。キリト、アスナ、これ？これ何？あ、これアスナな。あ、俺、青い髪の毛の方のアスナしか知らねえや。てか、絵が全然違え、わかんねえ。キリトはなんか黒いコート着てる子だよね。うん、あとシノンもわかるよ。あの綾波レイみたいな子でしょ。何これ、アルゴ。なんとなくそういうキャラクターのイメージはぼやっとだけわかる。アスナからの、これはわからない、誰、リーファ、あ、妹じゃない、あれ、リーファって金髪だと思ってた。待って、モンストに出てきてるやつってあれだ、 SAO の中でもよ、なんだっけ、あ、リーファね、あの違うやつなんだ、あのなんだっけ、あの骸骨の顔のやつのところだ。俺にわかにもならない、あの無知識なんで、あの語ってるわけじゃないんですけど、確かそうだよね。なんてことだ、君は誰だ。でこういうゲームで思うのは、モンストでもそうだし、パズドラそうなのか思うんだけど、エシさんすごいよね。うん、あ、これなんか知ってるぞ、配られたこいつ、アリス。さあメインは何なんだろうね。この子知ってる、宿屋の子じゃない、リズベット、全然わかんないけど、なんか二人組じゃない、ん、違ったっけ、やばい、もう記憶力がなさすぎて。はいはいはい、シリカね、ああ、そうです。あ、シリカのとこにいるドラゴンか、これ今、そうだよね、このブルーの子、これそうだよね、これ右側にいる、これか、なるほどね。結構じゃ重要キャラクターなんだ、このドラゴンちゃんとシリカちゃんは。なるほど、うん、サチね、かわいいね、サチね、普通にパッとしない感じがいいね、うん、あれ虹が出ないぞ、どうなってる、あ、何このキャラクター持ってない、え、何これ、着せ替えドロップ、え、カーディナル、着せ替えドロップとか持ってるのが重要キャラクターだなと思っちゃうんだよね。うん、単純な男、散らかしてんね、エギルさん、エギルさん散らかしてるよ完全に。虹来い、虹、アスナは手に入れたから、アスナとリーファは手に入れたから、あとはキルドとかシノンとかそこら辺がやっぱり、うん、メインどころだと思うんで、そこら辺が欲しい。散らかしてんな、エギルさん、エギルさんめっちゃ出るね。もう100個使っちゃうよ、大丈夫、魔法石早いよ、俺ペース早いよ今、大丈夫かな、こ
これシングルしか弾けないけど1回1回が早いからいいね。あ、虹キルト、誰だこれ。あ、結城じゃないこれ。そうだよね、結城だっていうの、結城だって、どっちなのか分かんない。あー知ってるよ、あの子の話は。うん、全然知らないけど知ってるよ、話だけは知ってるよ。結構切ない話なんでしょ、あの女の子のやつ。虹来いよー、そこはキリト君ちょうだい、俺にギコちゃんにキリト君ちょうだい、ちょうだい。あー金だ、すごいな。え、パズドラの S さんってご本人に書いてもらってんのかな、違うよね。アリス、ありがとう。 SAO とかね、基本的にキャラクター可愛いからいいよね。うーん、引きが悪いね。引き神様降りてこい、頼む、俺のところに引き神様降りてこい、本当に頼む、来い来い、引き神様来い来い、よし。キリト、え、これシノンか。あ、武器はシノンだけど髪の毛の色こんな色なんだ。え、ほんとブルーだと思ってた髪の毛。多分見てるあのキャラクターのこの話は違うんだろうね。全然違うのか、その話によって見た目が。なるほどな、確かにみんな耳が立ってるもんな、こうアスナとかもな。あ、俺が知ってるやつだね、俺が知ってるやつは耳が立ってるってことだ。サッチャ、サッチャはね、チコって言う。あー金率、絶望的な金率エギル、絶対脇役でしょエギル。いや分かんないけどね、名脇役なのかな。アリスちゃん可愛いね。あと69回、結構弾けるね、まだまだ弾けますよ。リズベット、キリト、え、誰これ、これは誰、わかんない全然。ユージオ、これがそうなんだ、初めて見た、このキャラクターは見たことがない俺は。じゃああとはキリトぐらい、まあ、とりあえず引いてから見ようか。あとはキリトぐらい、まあ、キリト当たってるもんな、あれが主人公だもんな、キリトくんが。いやー頼むぜ、一応持っときたい、2体持っとけみたいな話もあると思うんだけど、でもそこまではギフさん知識ないからさ、とりあえず当てときたい、そんな塩梅さ。よっこい小一、おし、キルト、おお、あ、これキルトだね、これよし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 、これ当たった時点です、見てみよっか、ラインナップを。リーファ、アスナ、シノン、あ、当たったじゃん、全部当たったじゃん。ん？いや、光のアリスは当たってねえな。うん、光のアリスの星6当たってねえわ。うん、アリスの星6いるんだ、なるほどね。進化できるとかじゃないよね、まさかね、まさかそういうことじゃないよね。まだ引かないとだから、まだいるもんな、間違ってたらごめんねこれね。うん、まずはとりあえず虹、トリマ虹出してアリスを狙わないといけない。星5のアリスと星6のアリス違うよな、多分違うよな。アリスすごい、光、いやーリーファー、リーファーってこんなショートカットなんだ、知らんかった。うん、まだ折り返してないから大丈夫、安心してくれ、まだいける、よし虹、あーもうめっちゃボックスに可愛い子ちゃんが増えてきたぞ、これ大丈夫かこれ、大丈夫なのかい。金ポロ、金ポロね、アリス、これがアリスでしょ、そう、これの星6眼だよね多分ね。 2.5% あるから信じようじゃないか。うん、 2.5% 全然高いよ、 0.7% とかだもんね普通はね、全然いける、参る。
うん、これさっき当たったのゆうきちゃんだよね。オッケー、よっこいしょいしょ、おっ、あ、切れた。なんか絵がさっぱりしてて綺麗だな。にじにじと来て金か。そうだよね、ビッグウェブ来たと思ったのに。リズベット、おお、マジか。光アイス、え、これそうじゃない、え、あーだ、やった。アリスシンセシススターティ、はい、すごい当たった。こんなもんでいっか。じゃあ残りは、うん、横になんか下のこれ、リュ、うん、これリュウナとかし行くわ。なんかかっこいいんだもん、この多分この火なんだろうね、この後ろのやつ。かっこよくない、これ。こっちにするわ。残りはめっちゃかっこいいから、動いてたら当たりだろ、大体分かってる。ギーコちゃん全部分かってる。待って、外れだねこれ。こいつさ、ラッシュオス、え、ラッシュオス、あ、そんなキャラなんだ。普通のナイトシリーズかと思って。虹、虹プラスがついてるからかっこいいんだけどね。え、なんかお前なんかその騎士っぽくねえな。騎士なのかわかんないけど、なんかがっつりしてないな。デザインががっつりしてなかった。いや、なんだよこれ。かぶったよ、いきなり。いきなりかぶっていくの。虹、あ、かわいい。キリ、どんどんいこう。よっしゃー、動いてる、すごい。かっこいいね、これ。ミラ。あ、基本、2文字なんだね、名前はね。はいはい。あと20回引けっかな、虹。やっぱこの虹率低いな。あ、はいはい、キリだっけ。はいはい、合ってるね。ちゃう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 。虹来い、よしからの、全然わからん、誰だ。エンラ、あ、3文字だ。絶対強いじゃん、こういう系って。にじにじってくることはなかなかねえのかね、これね。え、同じやつ3つ目。かっこいいけど見た目は。あ、かっこいい、なにこいつ。シャゼル、かっこいいキャラクター多いなこれ。あれー、まだにじが出ねえぞこれ。あ、なにこれ、かわいい。なにこの子、プラリネ。動いてるやつ、これ。動いてるやつ、動いてるやつ。あー、さっき当たったよ。ミラちゃんはさっき当たったよ。ミラボルヤスみたいな名前だね。あ、動いてる、動いてるよ、動いてる、当たり、これ。動いてる、あ、すごい、クパー、すごい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 、ロシェ動いてるって。で、えぐいって、えぐいって。マジか、当たりじゃないですか、あれ。オーマイガー、動いてない、さっきのさ、さっきのこのボッヒロアカに出てきそうな感じだね。こうだよね。虹めっちゃ出るやん、急にシワ寄せきた、シワ寄せ。かっけない、こいつ忍者っぽい。ベルド、もう昔のパズラのキャラクターとは全く違うんだね。そいつらが覚醒したとか進化したとかじゃないんだね。めっちゃ動いてる、こいつ欲しかったやつ。こいつかっこいい、何これ、めちゃくちゃかっこいいんですけど。レーベン HP は一緒に、わかんないけど、なんかめっちゃかっこいい見た目ないこいつ。まだ引いちゃおうか。ワンちゃんがそこにいる。めっちゃかっこいいの当たった。うわ、またなんか当たった、かっこいいのが。タツノトシゴみたいな、ビゴ。あと10回引けっからな。カッコカッコ、虹が来ない、虹が来ない。さっき当たった。男なのかこれ。そっか、モンスターと違ってボイスがないから。え、持ってないよ、リエット。うん、モンスターと違ってボイスがないから男か女か分かんないんだね。そういえば、うん、かわいい、君は確実な女だ。かわいい女の子さ。うん、当たった。さっきタツノトシゴ、ビゴ、オトビゴ、タツノトビゴ。さあ残り5回よ。おー、虹ありがとう。動いてるやつ、何こいつ、持ってない。ターディス、強そうだけどね、中ボス感すごいな。虹、よし、まずは虹がスタートだ。め
動いてる、何かっこいい、ハイレン、ハイレン、スオーニース6号、あそこら辺が当たってないね、まだね。ゴンドッチ待って、ゴンドッチ待って、はいはいはい、ブーブーブーって言ってる、はい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 、こっちはダメよ、そこそこダメよ、引っかいたら、オメガちゃん、オメガちゃんね、あと3回引けるからね、やっちゃうよ。あれ金だった、スペア、かわいいね、まったくお尻の強調が激しいんです。虹、よし、動いてるやつ、動いてない、これ何、ディステル、ディステルだって。さあラスト1回よ、いきます、虹、最後虹で決めよう、よし、かっこよく決めるよ、最後持ってるやつだね、先ほどさあということで、今回のガチャ動画はこれぐらいにしておきたいと思います。中でもし当たりあったよっていうんだったらね、教えてくださるとコメント欄で嬉しいです。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。以上ギコさんでした、バイ。